行こうか、ゼルベス。かつてマブーレを救うという男がいた。そしてその男たちが一体何をしているのか、今この時わかるであろう。おい、久しぶり。何を宝物と俺には関係ない。自分の力だけなんとかするんだ。いや、そうはいかんよ。無駄な気は要せ。エアの眠りにつくんだよ。ざっけんな、だが。マルチはどうにかしてくれ。お前がマルチだか。おお、瞳が顔にそっくりだな。お前誰だ。いずれ分かるときが来る。怪しいやつだ。怪しすぎるのも程があるだろ、こいつは。何バルガを説得できるもの、もしかしたらそれは彼自身の敵なのか、かつての、それともスネフか。どうだ、思えてしまうのか。おお、当たり前じゃ、初見権に返したんじゃからな。顔出すがな、全てもけだそうしている。おお、お、生きていたのか。バルガ、幻想を恐れていては何も変わらない。もう一息だな。ファルガ自身を説得できるのはお前しかいないんじゃないか。おい、てめえ、お前は俺。やる気満々じゃねえか。かっこいいよな、ここな。なぜだ。始まるね。Thank you.
天下無敵座の冬とだ。いいね、いいじゃないの。ファルガ、俺の本気を見せてやろうじゃねえか。思うぞばさせてもらおう。よし行こうか。あれはきっとあれがファルガとゼルベスの話だったんだな。きっとやばい雰囲気だ。はあ、何が見てるっていうのか。何か目覚める。黒竜が見てる夢か。竜みたいな。俺やっぱそうだ、見てる違いないです。逃げる気満々じゃねえか。じゃあさらば、ああバイバイ。危険だから下がってなさい。やるか。じゃあ激しく、どこまでも。やっほー、ファルガー、いいね。お前の実力見せてくれ。レンゲリ77、やるってくれるじゃない。よくかわすね。ふいふい、いいよ。いっかじゃ、天下無敵山つけなせれた。忘れてしまった。こいつトラップ仕掛けてくるんだけど、これヒートに対するトラップなので、これヒートやると取られてしまうんで、かなり危険だということ。ガッシュアウト。すっげえ、やるじゃん。じゃあこんな感じで全滅させていきます。 OK。 はるか遠くから竜の声聞こえた。よし、結構時間かかったな。結構地味に時間かかったぞこれ。ちょっと待って、俺最後これで決めたかったのに。俺クソ、天下無敵だ。クソ、もったいねえ。まあ、後のうちまた使う機会があると思うんで、そこでちょっとスパッと行かせてもらおうかな。スパスパッと。ちょっと寄ってみる？どうなったんだろう？ゼルベスのコンサートナウなのかな？どう目の調子は？ミキさんどうした？物も老けている。大成功だった。ああ、よかったよかった。疲れたのかな。まあいろいろあったもんな。おそらしい、ありがとう。おう、いいね。じゃねえか。ヤッホー、感動してまた自分に気づいた。天才。そうね、いろんなことあったのにきっとな。いつもどんなあれ、いつもどんなあれをしてるんだろうね、舞台っていうか。ナオン、残ってるのか。生まれておるぞこれは。絆が、愛が。
おかしくなっちまった。おかしくなっちゃいよ、もう。おかしくなってしまえばいいさ。お、金の取りに来たか。借りに来たか。なんだこのじいさんは。面白いね。さあ行くぜ。行くよ。まぶれ。しまった。大丈夫かこれ。まだ行けるか。ちょっとやりたいことがあるんだが、微妙かな、できねえかな。遅かったか。どうだ。もうダメ。目覚めた。あー、やっぱダメか。やべ、タイミングミスったな。これね、そう、黒竜目覚めるタイミングだよ。前だよ。にここに来て、このなんかなんつうか、人間じゃない軍団で行くと、あれだ、まあ、イベントがあったんだけれども、やってしまったな。イベントっつうか、まあ、イベントじゃねえや、なんかちょっといろいろもらえたりしたんだけどさ、話聞いたりとかさ。もうやっちまったよ。よっ、目覚めおった。何が起こったのじゃ。怒ってるね。ファルガでじゃあ切りつけてやるか。じゃあここはやっぱね、長年の夢があるっていうことで、それはちょっとファルガにどうにかしてもらわなきゃダメだね。歌もなし。何が起こったの。あ、歌のこと知ってんだね、やっぱり。よ、久しぶり。元気だった。長い眠りだった。体なまっておるわ。わしの相手をせい。マジでいいよ。たんまりやりましょうか。なまって、俺もなまってるんだよね。ちょっと楽しく、じゃあワッシュするか今日も。めっちゃプル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 してるじゃん。寝起きのじいちゃんみたいな。ヤッホー。まずこう、そしてフーリッシュをかける。ブブン。そこからファルガで殴り、そしてセルジュで殴り、当たんなくてガードして、さあどうなる。誰だ。山猫だったらいいや。怖え。山猫のこの威力だからな。そっからジーニアスで星の声を。さあ三段整ったぜ。一家ドットドスパスパっていくぞ今日。あ、それ。わっしょい、わっしょい、はい、わっしょい、わっしょい、はい。いいね。ホーリー。かっけー。どーん。いや、こっちめっちゃ食らってんじゃん。パンチホワイト。まあ別に食らっても問題ないだろ。一定時間経てば回復するだろうし。よし、オッケー。オッケーじゃないけど。じゃあ次。はいはいはい。おぶね、天下無敵山の残しておくよ。当然でしょ。盗む。ふい。星の子は殴っても強いからな。ここは、はい、ヤイブレス。おお、うわ、食らうね。かっこいいけど飛ぶ必要あったのかお前は。やばい。さあさあ早めにキリをつけようぜ。
こ行った、どこ行くの、誰行く、あぶね、避けて避けて、頑張って避けて、うぅ160あっち気が狂いすぎだろ、からそれやべえって、どうする、ケアラで、まあ、170いくだろ、危ねえなこれ、やばい、どうする、まだ使えねえもん、じゃあ防御でいいや、とりあえず防御で、こっからどうすかな、ジーニアス、まさかのグラビトンボム、やばそうなの来るね、ジャンクで避けるとどんだけでいって、そうね、まずケアラで、もちろんこだめで、あ、回復してる、よーし、オッケー、リカは使えなかったな、もったいない、まあいいや、これを使う、でもいい感じでしょ、全体的に、でそこで、いやもう豪華で使おう、ああ完璧よ、来たんじゃねえかこれは、うい、いいよ、誰来る、星の子行かないで、誰、ファルガ、あ、いいよファルガだったら、痛いよやめて、ここはセルじゃん、足んねえ、いけるか、よし、完璧よこれで整ったな、こやつを蹴散らす三段が全て整った、グラビトン、リカバーまだあるからな、強い、まずい、リカバー結構リスクだけやな、ここに星の子連れてくるの、まあ、その代わりこっちのダメージもでかくなるけどさ、あれか、なんか魔剣士の証みたいなのつけてるからなんか、ね、そう、なんか魔剣士の証っていうのが弱ってるわけよ、あれつけると、つけたやつがこうやってエレメント食らうと、あの属性が変わるんだよね、だ本来ファルが青じゃん、青なんだけど今黒になってんだよ、黒のエレメント食らってるから、さあどうする、ここはこう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 だね、こうでしょ、でよし、186強いな、大丈夫これ、よしよし、出番だファルガ、お前の力を見せてくれ、自ら不要と、また必殺の禁断の必殺剣、まだかまだか、しょうがない、オラオラでいくか、じゃあこれで決めれればかっこよかったのに、
すまんな。なんかあいつの尻尾ごつかったね今。ものすごく。俺もなかなか楽しかったよ。ありがとう。ここより倒しちゃったよ俺たち。よっ、早く立ち去ってくれ。もうやばいね、動揺しておるな。まあそういうこともあるよ、生きてれば。まあそんなしょうがないよ、無言になってる。殺さないで。めっちゃ逃げてる、めっちゃ逃げてる、めっちゃ逃げてる。おら捕まえてやるぜ。こいつだけ冷静だよね。冷静すぎだ。逃げてる逃げてる。認めんぞ。何を言おうとしたの一体この人。すごい気になるんだけど。さらばだ、マブーレよ。